2020年は紅葉の当たり年と言われています。コロナ禍で旅行や外出を自粛されている方のために、今回は旅行気分が味わえるような形で阿蘇市の紅葉をご紹介します。旅のスタートは大観望、そしてゴールはこの時期大人気の猫岳を目指します。途中お寺など阿蘇の紅葉スポットを紹介していきますので、お見逃しなく。阿蘇観光で外せないのが今回のスタート地点、大観望。絶景の眺望や雲海などが人気の理由ですが、この時期のススキも実はとっても綺麗なんです。さらにススキを楽しむための遊び場として、ススキの迷路が阿蘇市西小園のミルクロード沿いに期間限定で登場します。大人の胸ほどにまで伸びたススキを買って作られたこの迷路、長さ150メートル、300メートルの2つのコースが用意され、子供はもちろん大人も童心に帰って楽しめる遊び場です。期間は7月中旬から11月上旬までで、料金は無料です。ミルクロードを南に下り、的石お茶屋跡にやってきました。江戸時代、肥後細川港が参勤交代の休憩どころとして立ち寄っていたというこの地は、今日でも木々の緑と池が織りなす清涼感あふれる庭園として人気の立ち寄りスポットです。紅葉の季節になると、イチョウ、モミジが色づき、美しい庭園が水面に映し出されます。サラサラと流れる落ち葉が秋らしい情景を生み出しています。続いて国道57号を東に進み、黒川の西岸殿寺にやってきました。かつて修験道の場として崇拝されてきた阿蘇山の麓で、賢者たちの拠点として大きな役割を担っていたというこちらの西岸殿寺。寺院の山門には一本の立派なイチョウの木があり、そばに並ぶモミジの絨毯と相まって幻想的な美しさです。国道57号をさらに東へ進み、箱石峠へ。いよいよ猫岳を目指します。道中の風景も美しいですが、だんだん近づいてくる猫岳は赤や黄色に染まった木々で美しく色づいています。猫岳の紅葉は今年特に美しいと評判で、連日多くの登山客がこちらの登山道から山頂を目指しています。最後に猫岳の写真をご紹介します。ウェブ TV 阿蘇では観光情報をはじめ、他にも阿蘇を楽しむ情報を随時配信していますので、ぜひご覧ください。